洋楽。じゃーん、チャオガールのあやかです。チャオガールのみゆです。みゆあやです。2月といったらさ、節分もあるね。あとバレンタインだ。いつもね、私はね、友チョコをね、友達にあげてるんだよね。どんなチョコ作るの？カップチョコ。あー、定番のね。ちょっとこのバレンタインっぽいやつ、なになにこれ？後で教えてあげるよ。え、後でっていつ？動画が終わった後。動画の最後ね、教えてね、ちゃんと。でもね、2月はね、バレンタインもそうなんですけど、コミックスも忘れちゃダメなんですよ、皆さん。忘れてないよね。忘れるわけないですよ。はい、そんな2月間コミックスがこちらです。じゃーん、こちらの4冊です。コミックスの紹介に行っちゃいましょう。はい、まずはこちら、猫始めました第5巻、赤田好美先生です。脱力ゆるかわにゃんコメディ。ある日、交通事故にあって、なぜか猫と入れ替わってしまった俺。俺の体はきっとこのまま入院中と思っていたわけだが、今本人が目の前にいる。これってひょっとして元に戻るチャンス？ページをめくるたびに、可愛い&癒しの脱力猫ライフに和んでしまうこと間違いなし。今回はほんのちょっぴりスリルもお楽しみあれ。かわいい。猫なのにペロってする。いつもニャオの行動ほんと面白いんだよね。ちょっとスリルをお楽しみあれってちょっと書いてあったけどさ、どんなドキドキ、ねどんなスリルだろうね。じゃあそれもぜひ読んでみてください。はい、次はこちら、ビッグワデビル第6巻、矢部内優先生です。大ヒット中のおしゃれ漫画新章開幕。あなたもきっとなりたい自分に劇的に変われる。おしゃれ大好きな藤見舞はファッションブランドジビマイのデザイナーとして活躍中。フランス留学を終えた舞は大手アパレル会社ルーシーが経営する高校の服飾デザイン科に進学。そこで出会ったのは癖のある人たちばかりで、激動の高校生編スタートです。高校生活編だからね、癖のある人ばっかり、髪の毛がすごい人とかさ、いっぱいいたよね。中学校とはまたちょっと違ってね、話がちょっと変わって面白かったよね。激カワデビルで紹介してるさ、ファッションページとかあんじゃん、それとか結構さ勉強になるよね。みんなもチェックしてみてください。はい、続いては終わる世界で君に恋する第8巻、野戸山恵子先生です。全国の茶王子が見守った運命の恋、ついに完結。美咲とレイ、2人の未来を手にするため、レイの父から突きつけられた条件、それは1週間レイの父から逃げ切ること。勝負を受け逃避行を続ける中で、レイは指輪の秘密を思い出す。美咲に何が起こっているかも知らずに、そしていよいよ指輪の秘密が明らかに。最終回のその後のお話が読める。書き下ろし漫画や背描き身の秘密に迫る、ここでしか読めないスペシャルインタビューも収録。読み応えもたっぷり、感動の完結感。完結ですよ、こちらでね。ラストあんな風になると思わなかった ね、ちょっとね、びっくりのラストでした。指輪の秘密も分かって、へーってなったし、結構前にさ、付録についてたよね、指輪って、なんかこれネックレスのさ、あの可愛い指輪にあんな秘密があったなんて最初全然思わなかったもんね。なんか次に始まる新連載もさ、すごい楽しみだよね。どんなお話なんだろうってね、ドキドキしてます。これはもう本誌もコミックスもさ、もう見逃せないよね。次はレイトンミステリー探偵社、カトリの謎解き事件簿第2巻完結、オリとカオリ先生です。ひらめきピースで華麗に謎解き、すべての謎は解けました。おしゃれやスイーツと同じくらい不思議な謎が大好きな女の子カトリーが開いたレイトンミステリー探偵社、そこはロンドンで起こる難事件が次々と持ち込まれるようになって、助手のノアや喋る犬シャーロと一緒にカトリーが巻き起こす奇想天外&痛快謎解きストーリー第2巻。謎解きが大好きな女の子にも、レイトンファンの男の子にも楽しんでもらえる一冊になっています。いつもお話ごとに謎があってさ、どうなるんだろうってさ、読んでいくのが楽しいんだよね。レイトンの答えの言い方とか、そうこれは甘いスイーツのように言いしましょう。言い方面白いよ ね。謎解きもお話もどっちも楽しめるね、素敵な一つとなっております。みんなもゲットしてみてください。はい、はい、そして前回開催した神漫画祭りが今回も開催します。イエーイ。今回紹介した猫始めました第5巻と終わる世界で君に恋する第8巻、激カワデビル第6巻、現在発売中の中村さとみ先生のブラックアリス3巻、森田由紀先生のボーイフレンド3巻にサイン入りの書き下ろしイラスト生写真が入っています。
紙漫画祭りというね帯が目印になっています。はい、そしてチャオ2月号と3月号についている応募券1枚とこちらの対象のコミックスの帯についている応募券1枚ペタペタってハガキに貼ってシューって応募すると抽選で紙漫画祭りのデザインの図書カードが100名様に当たっちゃいます。イエーイ。みんなもぜひね応募して限定の図書カードをもらっちゃいましょう。今回のチャオ2月間コミックスみんなもぜひチェックしてみてくださーい。で、ところでさ、さっきのチョコは誰にあげるのかな。一緒に食べよう。このチョコで。おお。え、そのために作ってきたの？手作り？すごい。え、その才能があったなんて、ゆみ先生。じゃあさ、動画が終わった後に食べよっか。ね。じゃあね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、バイチャオ。いただきまーす。いただきまーす。ここでチャオチャンネルを楽しく見るためのアドバイスがあります。まずチャオチャンネルをチャンネル登録します。そしたらベルのマークが現れるので1回タップします。そしたらチャオチャンネルの動画が上がったタイミングで通知が受け取れます。みんなもいち早くチャオチャンネルの動画を見てチャオチャンネル博士になっちゃいましょう。バイバーイ。